ハワード・スターンは、アメリカ合衆国ニューヨーク市出身のユダヤ系、アメリカ人のラジオパーソナリティコメディアン、脚本家。身長196センチメートル。毎週月曜日から水曜日に、ハワード100とシリウス衛星ラジオで放送中の、ハワード・スターン賞という超人気ラジオ番組のパーソナリティである。ラジオパーソナリティとしては、異例の著名人で、テレビ出演も多い。 聴取率を上げるため下品で過激な発言や、性的に卑猥な内容や、人種差別をネタとしたジョークをしばしば言うため、彼の放送は炎上騒動や物議を醸すことが多い。近年では、離婚した心理的な痛手を機に、心理セラピーを受けたこともあって内省的になり、ゲストに一定の配慮をするなど対応が変化した。ハワード・スターン・プランク・コールでも有名である。彼自身を演じた。 主演映画、プライベートパーツがある。1954年1月12日にニューヨークのユダヤ系アメリカ人の家庭に生まれる。父親はマンハッタンレコーディングスタジオのオーナーであり、母親は専業主婦、ボストン大学を卒業。在学中の GPA は3.8であり非常に高かった。ありがとうございます。